Space Monkeys TV。 ちょうどね、太陽が山に隠れました。こっから1時間勝負っす。今日はワカサギの動きはどうなのか、ちょっとね、冷えましたね、昨日よりね。終わりだわ。むなしい、この金。帰ります。真っ暗です。終了ということで、この3日間情報収集だけの通りで終わってしまいました。ということでですね、タイトルとサムネイルにもなっております D スタイルのギルーラ 2.5 インチ、これをなぜ今出してたか、これ去年発売されたやつなんですよね。で、今からこのね、冬のシーズンから春先になってきて、まあワカサギが食われてる以外の場所、つまり野池とかため池とかで、こういった小さなギルたちがだんだんね、深い安定したところからね、上がってくるタイミングで食っているバスを釣りてえぞっていうので、このギルーラ今回まで温存しておきました。去年発売されたやつなんですけど、まあ特にね、ギルネストとかね、ギルのちぎるが生まれた時とかってすげえ効果発揮したいんですけど、本当はこの春先に使いたかったんで、今日今この時期に持ってきました。様々なリグに対応しています。でも自分が多分おかっぱりからやるのは猫リグとダウンショット、そちらの方のねリグを作って、今日はちょっと小さい水槽でこのサイズだったら見れるかなっていうところで、みなりさんにご紹介していきたいと思います。この春はギルーラで1本取りたい、そしてめちゃくちゃ使えそう、まさにため池の池のキラーチューンになるんじゃないんでしょうかってことで、いってみましょう。レッツゴー。それでは開けていく D スタイルギルーラ、ですね、本当に今の時期から春先に向けてのちぎるじゃなくてもギル食ってるバス、やっぱりね、野池とかってギルがね、やっぱキーポイントになるとこ多いじゃないですか。ところでね、気になってたやつです。去年発売したやつなんですけどね。まあ、6個入りで1045円でした。平均価格ですね。で、かなりね、カラー展開もよくて、こういったね、今回はね、このブルーギルカラー、まあ、まんまなんですけど、まあ、こういったクリアなカラーからね、チャートカラーまでありまして、ラインナップも豊富です。さあ、今回これをですね、まずは、多分、おかっぱりからやるっつったらね、猫リグですね。で、いろんなセット方法があって、まあ、ノーシンカーのマス張りちょんがけだったりとか、オフセットフックだったら、横にね、かけるんですよね。ちょっとやってみます。さあ、オフセットフック用意してきました。フックサイズは1ザロですね。マス張りだったら、4番から、6番ですね。まあ、1ザロフックを、どういうふうにセットするかっていうと、これね、口からまずね、刺していきます。で、こんな感じで、ほっぺの方から出して、くるっと返しまして、このね、お腹の方に通していく。こんな感じに通して、セットして、針先をちょっと隠す。こんな感じのね、セッティングが、ベース。で、これはほぼフォール。スパイラルフォールって水の中でチャポンと落ちると、くるーって、ね、回りながら落ちていくような使い方もできちゃうのが、このギルーラ。フォールでの使い方。でも、今回自分がおかっぱりでやるのは多分、多く使っていくのはこういったマス針。まあ、これは一番大きいサイズ。4番から6番が推奨ですね。まあ、それをどうしていくかというと、こういったシンカーを入れて、猫リグにしていきます。さあ、猫リグですが、頭の方にこうやってつけて、で、シンカーをね、入れて、こういう感じについばむ様子も、これも OK だと思うんですよね。だけども、この横向き。このお腹の横向きに針を刺していきます。だいたいお腹ら辺かな。まあ、ここら辺は本当にお好みでっていうのもあると思いますがね。だいたいここら辺に。入れていく感じですね。で、シンカーを口元にスッと入れていく。自分がね、ほんとこのネコリグでよく使う重さが 0.9 から 1.8 って感じです。ルアーの自重も考えて、まあ 3g いかないぐらいが、まあネコリグとしてはいいかなと思いますが、まあそれはお好みです。そして次のリグは DS ダウンショット、ドロップショットなんかとも言われます。フックとシンカーを結んだよりフィネスのベーシックスタイルだと自分は思ってます。で、このフックのセットはこんな感じで顎下にちょっと隠して入れて、で、口元からフックを出す、こんなような掛け方ですね。これがいいかなと思います。さあ、それでは出来上がりましたので、水槽の方に向けてルアーを落としていく。まずは、ネコリグから。ほい。ギルーラネコリグっすね。さあ、この小さい水槽だと多分このぐらいのルアーが限界値だと思います。今ね、これ白い方がお腹っすね。いい感じにね、微波動でプル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 揺れているのがわかるでしょうか。で、尻尾はね、揺らぎを持った別の波動を出す誘いができています。こんな感じ。これお腹向きっすね。
じゃあ今度背中をこう向けてみると、ツートンカラーになってましてね、青く、もうブルーギルのブルー。まさにその色はしっかりと明滅できてるんじゃないかなと思います。で、こんな感じで、お腹面と背中の面でのこのツートンカラーの明滅、いかがでしょうか。やっぱギルのね、稚魚っていうところをね、意識して作られてるルアーなんで、平たくこう、なんていうんですかね、大体こういう系のルアーって細身があるじゃないですか。やっぱりギルっていうとこういったね、ちょっとね、平たいような感じ。このね、シルエットはやっぱり野池とか、自分が言ってる千代田湖なんていう、ああいう大規模なため池ではやっぱりギルはね、盛んに食われてるんでね。やっぱりこのサイズっていうのはジャスト、一口サイズの餌になるんじゃないかなと思います。これがね、ネコリグっすね。またフックのセットの方法によってもいろいろ動きが変わってくると思いますが、ちょっとじゃあ上の方つけてみましょうか。はい、こんな感じで頭の方にフックを刺してみました。これいってみましょう。レッツゴー。行きましたね。こういうね、特にね、今から春、まあ365日言えることなんですけど、こういった木の下からね、こういう木とか、木の集合とかね、そういったところにちぎるってやっぱりわらわらと、そういうところにバスが入っていってガッと食っていくわけですね。まさにそこからギルが今、出てきたよーって感じですね。あ、縦刺しても全然いい動きしますね。こんな感じで。で、中層をこうスイミングさせてもいいし、まあ、もちろんホバスと、あとは、ジグヘッドなんかでのスイミングにもバッチリ。今、多分自分が使うとしたらこういったネコリグと、あとはダウンショットになるんじゃないかなと思います。これがネコリグっすね。縦刺し。いいと思います。でも俺横刺しがやっぱ好きかな。はい、次。次は、ダウンショット。3.5g ダウンショットっすね。この 3.5g のシンカーが落ちていって、その上からギルーラがついていく。でね、これ、浮力の高いワームっすね。ね、浮いちゃってますね。スッとラインテンションを弱くすることでゆっくり沈むが、浮力は高いので、受け。で、その位置をね、そのレンジをキープしやすそうですね。ただね、今実はこのラインが、今これ16ポンドなんですよ。16ポンド。でも、浮く。これが例えば3ポンド、4ポンドとかのフロロライン。もしくは、P ラインを巻いたね、パワースピニングとかでも、ショックリーダー、例えば10ポンドのフロロとか、ナイロンとか使っても、しっかりとそのレンジをね、キープしてくるんで、これはやっぱりね、さすが、青木大輔選手が作ってる、監修している、やっぱり、D スタイルのルアーって感じはしますね。バランス非常にいいです。で、やっぱりね、今この、シルバーと青いラメ、で、ツートンカラーのラメが入ったやつがギラギラと、明滅を出してくれて、そしていい感じにね、レンジをキープして、その姿勢をキープしてくれる。いいですね。まさにこういったところでね、ギルがピョンって跳ねて、またこう、木の間に入ってくる。で、ギラギラ光って、その場で捨て。で、入ってくる。もう一回離れて、入ってくる。ギルってやっぱりね、何か衝撃は、最初大体これ止まってるんですよね。プル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 つって。ホバーしてるんですよ。ホバーしてて、これ何もしてないです。テンションつけてないです。浮くす。水に。で、何かこうね、振動とか、でかい魚とかが来たりすると、フッて逃げるんですよね。で、スッて止まる。まあ、その動きもできるんじゃないかなと思います。浮力が高いので、下に落ち込まずに、まあ、ラインの多分張り用とか、張り方とか、あとはその、シンカーの重さとかにもよっても変わると思いますが、基本はこういった、浮力が高くて、そのレンジをキープしやすくなっているので、ね、非常にいいんじゃないかなと思います。以上。ということで、今回は D スタイルのギルラーを紹介させていただきました。このね、今からまさに、ギルがね、ちぎるが上がってきて、それが食いでくるデカバスを狙っていくっていうのではね、ため池とか、あとは野池とか、ワカサギがいなくギルが食われてるってところには、ほんとピカイチなね、ルアーになるんじゃないかと思います。で、D スタイルその他にもやっぱりビローラっていう代表的なルアーがありまして、驚異的なね、超過を叩き出してるんですよ。ホバストとか、ミドストとか、ノーシンカーとか、ダウンショット。まあ、それのね、このギルバージョン。温存していたんですけど、この春先から使いたいなっていうところで予約紹介させていただきました。そして評価が高いのはこういうパッケージ、蓋がついてるんですよね。で、しっかりとルアーが収納できてナイスなパッケージになってる。こういうところもやっぱりね、ホスピタリティ、そういったやっぱり使用する側に立ってのそういったパッケージングっていうのはやっぱり俺大事かなと思います。推奨服も書いてあって非常にすぐね、戦力になるし収納もいいって感じでね、ベタボンベです。以上、スペースモンキーズ4分間ルアーレビューが10分間ルアーレビューになりつつある水昨今でした。早く水槽をでかくしろって感じですね。バイ。